このリアル脱衣麻雀ボロリはバップですグランドチャンピオン大会は全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りの半チャン1回戦を行い、各半チャンのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金20万円をゲット。失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装が脱げなくなった時点でチョンボとなり、8000点のバップを支払わなければなりません。3回戦が始まります。一つもさて裏は休みでした、5本10本ボーピンがないんで積もった満杆です。そうですね、高めしかなかった、はい、これはもうどうにもなりません。積もった、まあどっちにしてもこのさつきさんの勝ち、現時点で満杆です。とりあえず、ね、行ってしまいました。カンチーピンにして正解。あ、大安定出ましたね。リーチ、タンヤオ、そうだ、失礼しました。3人転敗。グランドチャンピオンが決まる4回戦当敗です。グランドチャンピオン大会4回戦いよいよ始まります。並びはちーちゃにさつきさん、なんちゃに板野さん、シャーちゃに朝倉さん、ペーちゃに小倉さんです。赤ウアンがドラ表示牌で、つまりローワンがドラです。さてちーちゃのさつきさんの手はどうかな。ダブトンがこいつですね。ダブトンがあるのでこれはまず泣いて、お、ワンズの7、8、9も出来上がっています。これを泣きたいですね、うん、まずまずの手ですね、はい、まずまずの手ですね。あ、初のアンコ、おー、朝倉さん、リューファンコ、そして小倉さん、白が2枚。この白を、佐々木さんのところに来ました。スーピン引いた板野さんは、両ワンアンコに3、4とあります。まあまあですね。はい。皆さん、まあまあ。皆さん、まあまあ。ローピン、これはいつも。トン。ポンか。ポンですね。これでいいじゃんって。はい。先手を取ろうという、佐々木さん。この、一品は板野さんいらない。さてウーピン引き、これも悪くはありません。でいいシャンテンですね、はい、ここはスーワンを切るか、その方が、あ、お、ロソー、あー確かにドラのローワンが来ればというところがありますけども、そうですね、でも9ワンと変える、あっとこれまたもう天敗、ウーピンとパーソーのシャンポンですね、はい、いや、どんどん皆さん行きますこちらはイーシャンテン3層、これ多分ポンでしょう。ん、しない、しないんだ、なぜだろう、なぜわかんないですね、ポンでいいと思うんですけど、ね、両面のパワーをね6、7、8で泣いてるんだから、シャンポンの方がね、はい、泣きやすいんですけどね、これはどういうことかな。そう泣いて天敗に取らなかったのがどう出るか。こちらは天敗の小倉さん、数層引いて今度はどうするか。ここは両ピンとか、そうですね、そうですね、数ワン残したのが正解だったさつきさんなんで、ああ数層、まあこれでも別に全然おかしくないですよね、はい、おかしくはないんですが、うん、迷ってますね。あ、そうですね、うん、9番数番、おー、すごい、いいつもです、換算ピンうまく打ちましたね、換算ピンの転敗、さあ2者転敗です。換算ピン3ピン4枚ですね、はいはい、これは数ピンでしょうね。そうですね、はいはい、
うん、まあパーピン切った方がちょっといいかなと思うんですけど、くっつきのイシャンテンなんで。ああそうですね、3ピン、3ピン、ここに、ここに来ました。1通までイシャンテン、そうですね、はい、ここで泣く。あ、形良くなってから泣きましたね。そうか、ウパーピン、これシャンポンの形、あ、パーソが出てしまう。あ、ロンですね。まず現在トータル2位の小倉さんが上がりました。これは2000点で大丈夫ですね。そうですね、2000点ですね、はいはい。いやー、テンパイまで行ったのにね。あれね、3ピンもね、山にはいっぱいいたんですよ。惜しかったね。はい、ということで連チャンできずに脱衣ということになりましたが、もう脱いじゃったもんね。はい、ではトン2曲行こう。頑張ってください。トンの2曲、親はトータルトップの板野さんです。ドラは9ピン。板野さんの手に9ピンはちらっと、あ、トンがあるかな。トンがここも統一。そうですね、はい、まず連チャンをするにはいい形かもしれません。何を引いた、あ、急走暗行。あ、これは結構早いかも。そうですね、総図に行く手もありますね。本一ダブトンで親マンです。そうですね、はい。だここで例えばドラの9ピンを引いた時とかね、そこがありますが、お、さつきさん、これはいいつも。朝倉さんがチュンを仕掛けました。なるほど、早く親を持ってきたいと、うん、というか、まあそれもありますけど、板野さんの親をやらせたくない、ね、そうですね、板野さんに連チャンさせたくない、ここはさつきさんリャンワンを行きました。さて板野さん、どんなツモが来るか。スーワン、あーなー、あー来ちゃった。とーリャンワン切ってるんですけどね、スーワン。まあもちろん必ずしも振り手になるとは限りませんが、ここは朝倉さんウーピンなかなかいつも。どうしよう、これはまた早仕掛けが、他の人も早仕掛けが、リュウファです。うん、ここで数番を切る。あ、テンパイだ。テンパイ。9ピン短期。9ピン短期テンパイ。チュンドラドラ。9ピンは2枚ですね。2枚。十分にありえます。ああ、チミ切りましたね。はい。うん、まだ総数の本一狙えますね。はい。となるとこれ9ピン引いたらノータイムで出ますね。板野さんからどうですか。しばらく耐えますか。すぐには出ないじゃないですか、ね、ああしばらく耐える。ローワン引き、あ、おっと、これはもう行く。もう3ピン、うん、ですよね。もうこれはい、えこれそうそうそうの方がいいと思いますね、これ初、あ、でも初確かに2枚出てるんだけど、リャンワン引いた、これは結構美味しいつも。こちらもワンズに行くのもありかと思いますが、すね、ちょっと苦しいのはさつきさんです。まあ、ついですね。これでイシャンテン。イシャンテン。ええ。トンがなければもう親マン確定です。そうですね。まあ、シャア泣いた後でも、はい、あの、トンでたら泣くっていう手もできますからね。あ、そうですね。はい。ええ、うわ、これはチーピン切りでしょう。そうですね、はい、いや、みんな染まってきました。本当ですね、はい、あ、あ、テンパっちゃった。テンパイしました。高め親マン、うわー、すごいね。これはイーシャンテン、テンパイですね。テンパイか、テンパイか、そうか、白九番のテンパイ、すごいいいワンを引きました。はあ、こんなに九番はあと1枚ですか。白は2枚です、ね、白2枚、九番1枚。これはちょっと強烈な手が、もちろん朝倉さんもドラ短期なんでドラを小倉さんが掴む可能性もあります。そうですね、はい、これ3人いい勝負ですね。そうですね、積もった、休めとはいえ積もった。本日
1、3ホール1の10、あ、そうですね、1300ホール、ね、ちょうど1、3ホールですかね、はい、うん、ちょうど1300ホール朝倉さんねえ頑張ったのに。さてこれで1セットでございますか。そうなんですか。そうなんですね。パンダーパンダーパンダー、はい、まあトン1曲は会心の上がりで今もしびれる手だったよね。ね、上がりたかったね今のはね。ということでこの後十分にチャンスはあると思います。はい、さてさつきさん早くも2枚目、うん、それは何のポーズですか。ファイティングポーズ、うん、なるほど。この後上がり続ければ大丈夫、大丈夫ですからね、上がり続ければ大丈夫ですからね、はい。